小木久保用水小田原市小木久保の、目高の学校付近小木久保用水は、神奈川県足柄下郡箱根町で、早川から取水し、小田原市小木久保へと流れる、全長約 10.3km の用水路である。湯本関、小木久保関等とも呼ばれる。箱根町湯本にある、ローリングダムで取水。水路は、大小17個のトンネルとその間の掘割りにより、構成され、小田原市、 伊竜田、風祭、板橋、水のお人志の地区を経て、小田原駅の北にある、小木久地区へと至る。灌漑用のほか、途中の山崎発電所において、水力発電にも用いられている。小田原市小木久地区は、江戸時代は、足柄下郡小木久村であった。水田のない貧村で、村民はこの地に水を得て、水田を開くことを願望していた。 そこへ、足柄上郡川村の百姓、川口広志蔵が農管期の行商で鬼久保村へ現れた。広倉は大工職を副業とし、足柄上郡の灌溉工事でもある瀬戸関の建設にも参加したことから土木技術の知識もあり、村民の願いを聞くと早川からの水路改削を決意する。水路が通ることになる足柄下郡入浦村、風祭村、 板橋村、水の尾村の村民も参加する五花村、共同事業として、1782年工事が開始された。工事は難航し、事故による犠牲者も出たが、20年後の1802年に完成。五花村に合計70長部の水田が開けた。広倉は、この献身的な工事の指導により、名資格に取り立てられた。溶水は考えのほか、 水車による精米にも利用された。溶水は、その後、1923年の関東大震災により、大崩壊の被害に遭うものの修復が行われ、1925年の6月には、復旧する。しかし、溶水には、土砂の流入が多く、その積ざらいに苦労すること、また取水口の石は蛇火後に玉石を入れたものを積み上げたものであるため、 早川が洪水施跡が決壊した後の復旧に人手がかかることと、揚水の維持はご家村の村民にとって大きな負担となっていた。そこへ、箱根登山鉄道株式会社から揚水の発電利用の話が持ち上がる。揚水路の回収、維持は会社がやり、経費も負担する代わりに水量の半分以上を発電に利用させてもらうというものであった。 こうして1937年、山崎発電所が完成。取水口の席も、ローリングダムに変わり、水路のトンネルも内部にコンクリートを巻いたものに、改修された。1957年、小木久保地区に広倉の功績を称える記念碑が建てられた。現在でも小木久保地区には、悲願の時に、広倉念仏を唱える習慣があるという。1907年に、政治家、 山形有友が当時の足柄下郡大久保村板橋に別荘、小木庵を営むと、その別荘の庭園に用いる水源として、小木久保用水の風祭りから取水して、小木庵へと送水する山形水道と呼ばれる施設水道が作られた。メダカの学校小田原市小木久保の用水脇にある。同様、メダカの学校は童話作家のチャキシュゲルが、 この小木窪用水をモデルに作詞したと言われている。1996年に小田原市が小木窪地区の用水の脇に憩いの場としてメダカを放流したメダカの学校を開校した。ありがとうございます。